ミセスグリーンアップルの新曲コロンブスのミュージックビデオをめぐる問題が世間を騒がせている。ミュージックビデオには円陣に扮した人たち、そこに現れるのがコロンブス一行に扮したミセスのメンバーだ。動画内では円陣に馬車のようなものを引かせたり、乗馬の仕方を教えるシーンなどがあり、それがコロンブスのアメリカ原住民奴隷化を想起させるとして炎上してしまったのだ。これを受け動画は削除。同バンドのボーカル大森元貴氏は謝罪文を公開し、差別のような意味合いを持たせるつもりはなかったと釈明。さらにことをややこしくさせたのは、同楽曲がコカ・コーラの CM タイアップ曲だったことだ。コカ・コーラは同楽曲使用のプロモーション動画を削除。そしてとうとう海外メディアにもこのことが取り上げられ、事態は深刻さを増してきているのだ。今回はコカ・コーラ、いかなる差別も容認しない、バッサリと切り捨て。イギリス BBC にも報道され、いよいよ深刻になってきたコロンブスミュージックビデオ事件について紹介していく。大人気グループミセスグリーンアップルの楽曲をめぐり起きた大問題。新曲のコロンブスのミュージックビデオを公開したものの、その内容があまりにも差別的と批判を受けることとなったのだ。コロンブスなどヨーロッパの歴史上の偉人に扮したミセスのメンバーがとある島にたどり着き、そこで一軒の家を発見。そこに住んでいる円陣と交流するという内容だ。ミュージックビデオ内では円陣に扮した人に人力車を引かせるシーンや乗馬を教えるシーンなどが盛り込まれており、これが新大陸を発見したコロンブスが原住民を奴隷化した歴史的背景を想起させるとして批判されたのだ。1492年にバハマ諸島に到着し、アメリカ大陸を発見した英雄として認知されてきたクリストファー・コロンブス。長い間ヒーローとして扱われてきたが、近年では侵略者や奴隷商人としての一面が知られるようになり、歴史的認識が見直され始めているのだ。コロンブス一行はカリブ海の島々の先住民を武力で制圧、植民地化し奴隷制を導入。先住民族の命を奪っただけでなく、人身取引を始めたほか、コロンブス一行が持ち込んだ病気によって多くの人が亡くなっていたことも分かっている。毎年10月の第2月曜日はもともとコロンブス最初の航海を記念する祝日だが、近年は様々な都市がこの祝日を先住民の日に置き換えているほど、各地でコロンブスの像が取り除かれ、コロンブスイコールヒーローという認識は過去のものとなりつつあるのだ。歴史や人権、先住民族の問題に対する認識が変化する中で、同楽曲ミュージックビデオの内容は批判的に捉えられてしまったのだ。そして今回この問題をややこしくさせたのは、この楽曲があのコカ・コーラとの CM タイアップ曲となっていたことだ。コカ・コーラのコークスタジオキャンペーンソングとして書き下ろされた今回の楽曲、こともあろうかアメリカの世界的ブランドとのタイアップ曲のミュージックビデオでコロンブスのタブーを犯してしまったのだ。登録者数345万人のミセスグリーンアップルの YouTube アカウントにアップされたこのミュージックビデオ、コメント欄にも多くの指摘が上がっていた。爽やかな曲調でドストレートの差別的映像が流れるのおもろすぎる。携わった関係者全員でこのアーティストを社会的に抹殺するために結託したって言われて、やっと納得するレベルのヤバさで草。サウスパークで作られたミュージックビデオって言われても納得するレベル。こんなヤバすぎる描写になんでゴーサインが出たんですか。信じられない。ド直球すぎてむしろ何かの風刺ではないかと一生懸命考えたけど、歌詞見たら全く違った。歴史認識が激ヤバなだけだった。仮にコロンブスが新大陸発見した人って知識しかなくても、猿に車引かせてピアノ教えて馬に乗って戦う方法を教えるミュージックビデオにしようってなるか、全てが理解できない。公開直後から批判が集まったこのミュージックビデオはすぐに公開停止となり、6月13日にはミセスグリーンアップルのボーカル大森氏から謝罪文が出された。コロンブスのミュージックビデオを制作するにあたり、年代別の歴史上の人物、類人猿、ホームパーティー、楽しげなミュージックビデオという主なキーワードを初期構想として提案しました。類人猿が登場することに関しては差別的な表現に見えてしまう恐れがあるという懸念を当初から感じておりましたが、類人猿を人に見立てたなどの意図は全くなく、ただただ年代の異なる生命がホームパーティーをするというイメージをしておりました。しかしながら
意図とは異なる伝わり方もするかもしれないと思い、スタッフと確認し合い、事前に特殊メイクのニュアンス、衣装、演じ方のフォロー、監修をしていたつもりではおりましたが、そもそもの大きな題材として不快な思いをされた方に深くお詫び申し上げます。決して殺的な内容にしたい、悲惨な歴史を肯定するものにしたいという意図はありませんでしたが、上記のキーワードが意図と異なる形で線でつながった時に何を連想させるのか、あらゆる可能性を指摘して別軸の案まで至らなかった我々の配慮不足が何よりの原因です。コロンブスの卵というキーワードから制作に取り掛かり、前向きにワクワクできる映像にしたいという気持ちが、リスクへの配慮をあやふやにし影響を及ぼしてしまったと認識しております。こちらの意図する物語の展開としては、歴史的時間軸は存在せず、類人猿も人の祖先として描きたかった。そして時間の垣根を越えてホームパーティーをする、これはありえない話であり、あくまでフィクションとしての映像作品であると。ただある事象を歴史を彷彿とさせてしまうミュージックビデオであったというご指摘を真摯に受け止め猛省しております。この度は本当に申し訳ございませんでした。以後このようなことがないよう細心の注意を払い、表現することに対して誠実に精進してまいりたいと存じます。ミュージックビデオの自身のイメージが先行していく中で、結果的に差別的な内容として捉えられてしまったものの、このミュージックビデオにおいて決して差別的思想を表現する意図はなかったとした。しかしここまで炎上が広がってしまうと、やはりタイアップの続行は難しかったようだ。コカ・コーラは13日、同楽曲を用いた全ての広告の放映を停止したと発表し、同社の広報部はこうコメントしている。本楽曲を使用した全ての広告素材の放映を停止させていただきました。弊社ではミュージックビデオの内容に関しましては事前に把握をしておりません。コカ・コーラ社はいかなる差別も容認しておりません。今回の事態を遺憾に受け止めております。コカ・コーラはミュージックビデオの内容については認知していなかったとバッサリと切り捨てたのだ。しかしコカ・コーラといえば世界的な大企業、ブランドイメージを守るためのリスクヘッジには慎重なはず。にもかかわらず、知らぬ存ぜぬの姿勢を示したコカ・コーラに対し、ミセスグリーンアップルのファンを中心に違和感を訴える意見が出始めたのだ。コカ・コーラのコメント、腑に落ちないの私だけ。この言い方じゃ、コカ・コーラさん側があのミュージックビデオをサッとして認識した、大森さんがサッを題材とした作品を作ったと認識したっていうことになりかねないですよ。ちゃんと考えてコメント発表してますか？いや、コカ・コーラさん、ミセスがあんなに誠意込めてサッじゃないって言うてるのにサッは容認しません。遺憾ですっておかしくね。遺憾ですって言うとまるでサッしたみたいだからやめてくれないか。放映中止はいいけど、そのコメントはおかしい。事前に把握をしておりませんってあるけど、おそらく何千万ものお金を出していて、各種広告媒体に訴求する方法を事前から綿密に決めているのでは。それなのにミュージックビデオ発表前まで知らなかったのは普通は考えられないのだが、どこまでを事前としているのか。サッじゃないっていうお気持ち表明を全部打ち消すコメント、完全に裏切られたな。ミュージックビデオの内容が明らかにサッを想起させる内容だったにもかかわらず、タイアップをしていた大企業のコカ・コーラが把握していなかったことに違和感を覚える意見が出てきたのだ。さらに大森氏が謝罪文を出し、楽曲のミュージックビデオ非公開やテレビでの演奏中止など迅速な対応を取っているにもかかわらず、コカ・コーラが取った無慈悲な対応に納得がいかないというファンの声、そして何より大森氏が差別的なメッセージはなかったと声明を出しているのにもかかわらず、いかなる差別も容認しておりませんという発言をしたことで、問題のミュージックビデオが差別的であったと断定するようなメッセージを出したことに批判の声が上がったのだ。しかしファンたちのこのような主張に対して次のような声も上がっている。ミュージックビデオ制作は楽曲チェックの後でしょうから、内容を見てないというのはあり得ることだと思います。ミュージックビデオをコカ・コーラと共同制作するわけではないですからね。CM 制作と楽曲制作は企業側の要望があったりして同時進行なこともあるけど、ミュージックビデオは大抵レコーディング後の撮影だし、 CM とミュージックビデオは別物。コカ・コーラはこの件知る由もないよ。音楽業界のこと何も知らないのに普通は考えられないとか知ったかぶりもいいとこ。
CM の契約、曲制作、編集の後にミュージックビデオを作るのが通常の流れ。 CM 契約内容にミュージックビデオまで含まれるのは稀。 SNS で決めつけ憶測の内容を鵜呑みにする人多すぎて驚く。 CM タイアップ曲とはいえ、広告依頼主であるコカ・コーラが実際に使用する楽曲自体ならまだしも、そのミュージックビデオにまでチェックを入れることはないかもしれない。コメントでは、ミュージックビデオが作られるのは楽曲作成の後だという意見も。だとすればコカ・コーラがその内容を知る由もない。さらにコカ・コーラのコメントは概ね合ってるんじゃない。大森さん自身が意図せずとも差別表現を作り出してしまったことを謝罪して配信中止してる。コカ・コーラ側はその謝罪文を受けて、あらゆる差別を容認しないと声明を出してる。ミセスを容認しないとも、ミセスに悪意があったとも言っていない。適切な対応やろ。私たちはいかなる差別も容認してませんってのは、あのミュージックビデオは差別的だったっていうことを言いたいんじゃなくて、世界トップの大企業として今回の問題に関するコカ・コーラへの誤解を解くため、そして改めて差別は認めてませんよっていう企業の立場を主張したかったんでしょ。そもそも差別って意図があったかなんて問題ではないんですよ。差別だと声が上がった時点で即突っぱねる対応は企業として正解です。コカ・コーラがきっぱりといかなる差別も認めないとしたのは、ミセスグリーンアップルに対する批判ではなく、一大企業としての世間に対する立ち位置をはっきりとさせるためのコメントであり、至極真っ当であるとの判断も。普段からサブを売りにするバンドならともかく、商品のタイアップでコンプラ的に微妙なものはチェックした上で納品するのは社会通念上当然の義務ですね。子供じゃあるまいし、客である広告主がそこまで面倒見きれないですよ。今代理店に鬼クレーム入れてると思います。バンドというより周りの大人の責任が大きい。あれだけ人気のあるバンドのタイアップ楽曲、周囲のスタッフがどれだけいたのかはわからないが、ミュージックビデオの内容を問題視する人はいなかったのだろうか。アーティストだけではなく、ミュージックビデオ制作に関わったスタッフや制作側にも責任を問う声が出始めている。そしてとうとうこの問題は海を越えてしまったようだ。イギリス BBC のデジタル版は14日、日本のバンドが猿のような原住民を起用したミュージックビデオの公開を取りやめるというタイトルの記事をアップ。本文内では海外からのミュージックビデオに対する反応を掲載している。コロンブスは奴隷制を創設したと信じられているし、原住民に見えるように類人猿を教育するなど物議を醸す場面もある。誰もそれに気づかなかったの。てかそもそも世界史勉強したことのある関係者はいなかったのか。このビデオを擁護している人たちは北米の歴史について何も知らないのだと思う、などと呆れるコメントを紹介している。ミセスグリーンアップルは2019年にも台湾で単独ライブを行っており、今後は海外進出も視野に入れているようだ。アーティストやクリエイター、タレントの才能を拡張させるタレントエンパワーメントパートナー、ファイヤーバグの代表取締役プロデューサー佐藤翔吾氏はミセスグリーンアップルについてこう話す。もともと一緒にライブを作りながら、ジャンルや概念にとらわれないスタイルをとっていて、どこか洋楽にある自由な雰囲気も持ち合わせているミセスは日本だけで聞かれるべきではないという意識があり、今後のビジョンについてもかなり前から語り合っていました。ミセスは音源もライブのクオリティもズバ抜けて高いし、どこか考え方が海外に近い。総合エンターテインメントのアーティストとしてさらに幅を広げるのが次にやることだなと。その間のビルドアップを活動再開で発揮し、フルスロットルで駆け抜けたのが2023年だったのかなと思います。いざこれから海外へと行き込んでいたところだったということだろう。売れっ子バンドの海外進出の足を引っ張る形となってしまった今回の騒動、今後関わった企業やスタッフの責任が厳しく追及されることとなるかもしれない。